トンネル走行前から雨が降りだして、路面が濡れていく中で1本目走行ということで、思ったよりも最初のターンのグリップが悪かったので、全般的に攻めきれなかった1本目から。2本目路面状況は非常に、1本目より悪くはなったんですけど、もっとタイムアップできると思ってたんですが、後半にちょっとミスが出てしまって、ほぼ同タイムでゴールで、3番に入ったのはラッキーだったかなと思います。3位で突破ということで、なんとかギリギリのスタートができたかなということで、次、モテジのパイロンコースになりますけども、今度こそ優勝を目指して頑張っていきたいと思います。またモテジで会いましょう。